グッズショップに行きました。スマートセルトの17番、大谷選手のユニフォーム。大谷選手一緒に。これユニフォーム一番いいところに入ってます。マウスとかね、大谷のもう三大巨頭。これが値段は159ドル。これ2万円ぐらい。これ結構いいです。メジャーリーグの人気のボブルヘッド、とかいうレーニングなんですけど、大谷選手の売り切れです。で、次は、トラウト選手が残ってて、これ79ドル。あと、この方、かわいいお人形さんも大谷選手売り切れ、どんどん売り切れてますね。これでも99ドル。ここはキーホールドエリアなんですが、半分ぐらいはもう大谷翔平キーホールドで埋め尽くされます。ここはエンゼルスのスタジアムのメディア用の食堂です。メディア飯というのが良いです。今日エンゼルスのメディアのメディア飯3種類選んでおくて、ライスとビールとチキンとテリヤキチキンしますけど、色はサラダとかもうちょっとおかずとかサラダとかできるんですけど、今日はあとクッキーもいただきます。刺身のグルメとかと、おいしい。このスタジオ美味しくないよね。いやって言われてるよね。美味しい。ビーフは全然あんまりきつくない感じ。肉が多い。まあ肉が多いんじゃないですか。メキシカンとか。あ、メキシカンだったね。レストランレベルだ。ヘッドカーにわたっての大谷翔平選手の取材も終わりました。皆さんまた会いましょう。